水俣市長、水俣市議会議員などを歴任した。熊本県足北郡釘野村生まれ。1950年3月、熊本県立足北農林高等学校卒業、農林業自営。1975年4月、水俣市議会議員に初当選、連続5期務めた。この間、市議会議長を2期務めた。また、自民党水俣市支部長を務めた。 1985年、全国市議会議長会、公害対策特別委員会委員長。1994年、水俣市長選挙に、自民党の推薦を受けて、立候補。健康上の理由により出馬を断念した、岡田稔被災地長の後継候補である助役の小松、敏明、水俣商工会議所会頭の原和夫を破り、初当選した。2月22日、 第13代水俣市長に就任。当日有権者数、人最終投票率 86.、86.64%、同年5月1日、水俣病犠牲者慰霊式で、言われなき中傷、偏見、差別を受けた犠牲者に対し、市当局が十分な対策を取り得なかったことを、申し訳なく思うと述べ、水俣市長として、初めて患者、被害者に公式に謝罪した。 水俣病のために疲弊、分断された市民の融和を図り絆を取り戻す、もやい直しの運動を展開し、環境モデル都市、新しい水俣を提唱した。市長2期務め、2002年2月退任した。1999年、毎日、地方自治対象特別賞受賞。2000年、地球温暖化防止活動環境大臣表彰。2002年、 環境保全功労者環境大臣表彰、朝日小竹賞受賞。2005年4月から2006年9月、小池由里子環境大臣の指摘懇談会、水俣病問題に係る懇談会委員。ありがとうございます。